チャオ、あっちゃんです。なんとね、病室でちょっと喋り込み好きで5時まあ、いろいろ喋っててね、まあ、帰りましょう、帰りましょう、貸し話でございます。これちょっとね、エバグリーンでちょっとだけ食材買って帰ろうかなと思ってね。退屈やもんね。いっぱい喋っとってるけど、トヨタのハムいいのちょっとレクサス、何もいらんねんけどね、今日はね、土日月、今日金曜日でしょ、土日月、明日もしかしたら海鮮市があるかもわかんない、だから、出てくるかもわかんない、来へんかもわからない。グリーンでちょっとだけ買い物してきた。まあここ数日分ぐらい、明日もしかしたら鮮魚市あるかもわからないし、来るか来るかわからん、もしかしたら来るかもわかんないねんけど、わかんないねんけどね。お肉がちょっとあるんよね。でそれを今日使っちゃいたいの、豚肉で鶏肉もあって使っちゃいたいの、今日じゃない、明日とかぐらいに。で明日どうで、土日でしょ、土日やから、いろいろとあるんで、どうしようかな、悩んでんねん。今日魚ね、イサギよかった、マグロってんけど、キハダマグロ、キハダな
やんな、まあ、いつものよりちょっと大きいね。50センチぐらい、50ないかな、50ないな、40、あ、島風、のマグレ店さばいて、マグロ、マグロ三昧、マグロのね、もうさばきたて今日、マグロ丼っていうのありかなと思ってんけど、ってとこで、ね、悩んでんね、悩んでて、結局かまんねん、イサギ買ってん、イサギのお刺身と豚肉、豚ロース、豚ロースのブロックがあるから、ブロックをいい感じに切って、で、豚ロースの、トンテキにしようかな。もうね、カツ、トンカツ大好きなんちゃう実はね、昔からトンカツ大好きやってるけど、最近ね、油系が多いやん、揚げ物系が多いやん、だからちょっとね、トンテキにしようかな。ロースの厚切りトンテキしようかなと思って、ファイブか、ファイブやな、いいな、スファイブぐらいで後ろトランク広がる気がするね。後期やな、なんか前期のファイブ、後期なんてまだちょっと、ね、予算的にちょっとお高いんでね前期モデルでいいかいな、まだわからん、だいぶ候補絞れてきたね、 CX5 いいなと思ってね、CHR も捨てがたいんやけど、 CHR がねちょっとちっちゃいんよな、ちょっとね理想よりちっちゃい、トライプか思ったら濃厚期か超かっこいいなおちゃんナンバーついてないいいのかあれ、マジ走って、いやーワシビックか、かっこいいなぁ、シビックじゃないよね、俺トヨタ、何これ、プリウス、あんな形になってんの、今のプリウスシビックかも、かっこいい形になったりな、あの方の無限みたいな、最近ね、ほんまにね、もうあと5月でしょ、6、7、8、9、10、5ヶ月で買わんながら、もう買わんじゃん、5ヶ月、だからもう10月ぐらいから探し始めやんと、ないからね、と5ヶ月で車探さんなの、それまでにね、どれだけ貯めようかっていうか、予算をどれぐらい取るかやねんけどね、全額つぎ込んだかんやん、車の中に。ねえ、ちゃんと余裕持たん、今までなっちゃってバカやから乗っとるから全額つぎ込んでたからさ、この予算で何買えんねんって言ったから今の予算でも十分、そこそこ国産、あ、前期のファイブか、前期の形
ちがな、大きいのがやっぱかっこいいよな。お父ちゃんとも話しとってんけど、今とりあえずやから寮が免許来年取るから、だから寮も乗ること考えなあかんから、いいの買うか、そうか、今そこそこの子をといて、で、あれするか、また、乗り換えるか、いつで買い増し、あっちゃんの分取るようなことにするか、どっちかいなーって言うとったんよね。よいしょ。ちょっとダムでね、バンド買ってくる。今ね、ラムネ、あれ買ってきた。あれとか言うなって。あれ、あの、バンズ買ってきた。最近ちょっとね、うちの子がね、朝アックにハマってんのよ。もうね、あの、ハツドナルド大好きです、ね。で、ラムネ見たらね、照り焼き。照り焼きハンバーグとか、結構いろんなの売ってた、ハンバーグが。で、何種類か買ってきた。タッポンバーグやねんけど、だから朝からタッポンで行くか、もうレンチンするか、開けてレンチンしてもいいしな、レンチンが早い気もする、ね、時間差があるからね。でも明日土曜日、明後日日曜日からね、朝食べさせんねやったらそれいいかなと思ってね。マルシンの、マルシンやったっけ、マルちゃんやったっけ、忘れた、マル、分からないやつのね、今回チーズなしを買ってきた。あれやったらフライパンで焼くだけで、時間差でも全然 OK やねんけどね。あ、スライスチーズ買わせた。買おうと思ったチーズなしハンバーガー、普通のハンバーガー、チーズ、スライスチーズをもうどっかコンビニで買おうかな。いちいちね、そんなんだけ買いにとこやるのめんどくさいしな。視聴者さんとね、声かけられてしょっぽいもんが出るって思われたかもわからん。めいっこともだし結構最近ね、よう声かけられてね、ほんまにね、岸田のドライブで言うとった話じゃないけど、ちゃーんって声かけられるからね、ほんまに気抜かれへん、アホみたいな鼻毛とか出しとったら、ね、ダサいダサい、身だしなみはきっちりしてる、きっちりはしてんか分からんけど、そのあたりはちょっと気を配っております。はい、スライスチーズだけどっかかな、どこかな、諸葛系安全です、 500m 先警察署です。はい、かん、6時20分になったわ。やっぱ早く帰らない、ご飯炊いてないね、帰って速攻炊かない、速攻炊いて、イサギをさばいて、で、お肉を焼いて、お魚さばきと、魚さばきとあれは並行してできへんでしょ、魚さばき と、お肉焼きは同時にできへんでしょ、さすがに。だからさばいてから、どうしようかな、
ぼーっとしてる。なんか、今日金曜日やから、明日休みやからね、子供ね、遅くまで寝られる。結構みんなね、この車で あっちゃいけるって分かるみたい。目立つかな、青のプジョーね。車止まってたから、やっぱりあっちゃいなって言われた。みっこにも言われたよ。車止まったからあっちゃいけるんや思った。あ、青のプジョーそんな珍しいこともないんだけどな。やっぱり目立つんやね。運転マナー気をつけよう。絶対いいな。なんかお姉さんが絶対持ってたのかっこいいな、やっぱりね。お姉さんがスポーツカー乗るってめっちゃかっこいいよね。憧れ。SR、ロスマンズなんですよね。ファミマにチーズ売ってるかな、スライスチーズ。ファミマって売ってあるか、コンビニぐらいなのかね。コンビニでピュッて売れるしね。そう、あれはやろ。こんなところにスクーターと思ったら。